海と日本。高松シンボルタワーにやってきました。今日はこちらで少年少女島大使によるプレゼンテーション発表会が行われます。この取り組みっていうのはどういう取り組みになるんですか？はい、事業の目的としましては、近年香川では過疎化、人口減少の問題が大きな課題となっておりまして、その問題を解決するためには地域の魅力を知る市民を増やす必要があるということで、今回瀬戸内の島々の魅力を子どもたちに体験してもらって、その発信する事業を目的としております。少年少女島大使は県内の小学4年生から6年生まで35人、小木島で1泊2日の間、島の散策や漁業体験、農業体験、また瀬戸内の島々の歴史を学びました。そして2日間を通して学んだ様々な島の魅力を資料にまとめ、今日のために練習をしてきたそうです。会場には多くの人が集まり、島大使の元気いっぱいの発表を熱心に聞いていました。実際に参加した子どもたちは、すっごい、協力することの大切さとか学べたので、すごいいい授業になりました。私の班は島大使のいろいろなことを発表しました。初めは緊張したけど、最後はうまくできてすっきりしました。この事業をもとに、いろいろな団体が香川の良さをいろんな方に発信してもらって、香川がどんどん活性化していければいいなと思います。